ケジュアルゲメックス、あ、やっていきたいと思います。今日はね、アークニュースということでコミュニティクランチで3本ですね、面白いニュースが出てまいりましたので、これをね、今日はみんなと共有していきたいと思います。で、なんとね、内容的にはフィヨルドが順調にいっていて、大型アップデートも予告されましたみたいな感じで、なんかアークメンのノリとしてはなんかすごい順調な感じのノリ出してるから、もしかしたらこれドリーがクビになった可能性が。ドリー、今までありがとう。ということで、本日もきちっといきたいと思います。1つ目、ロスアイランドの転送解禁について、2つ目、フィヨルドの新情報、そして最後に大型アップデートやっていきたいと思います。で、今回のね、ニュース3本ともなんだけど予告です。なので、これやりましたとか、もう今やるぜみたいな感じじゃなくて、まあ期日が近いのもあるんだけど、まあ基本的に来週こういうのやるよとか、まあそんな感じですね。あとは再来週とかになるのかな、まあそんな感じで、まあ直近3月にかけてこういうことをやりますってという予告の、まあ3本のニュースになっていて、まあなかなかね、うち2本はいつもとは違うね、新しい情報かなっていう感じになっております。それではね、まあいつもの感じの情報からいってみましょう。ロスアイランドの転送解禁ですね。まあこれは公式サーバーやってる人だと、まあ結構ね、そろそろ来るなっていうのは分かってたと思うんだけど、新マップが公式サーバー上で展開された後に、その新マップ、今回で言ったロストアイランドですね、ここに関しては基本的にはみんなのね、なんていうか格差をなくすというか、スタートラインフラットにするために、まあ例えばなんかラグナルクからバチクソ強いね、ギガノと3体ぐらい持ってくるみたいな、そういったね、すでにアークをやってる人との差がつかないように、まあ初めてねサバイバー作った人とか、新たにサバイバー作る人と同じスタートラインでできるように、基本的にはアイテムと恐竜の輸入輸出っていうのを、まあ3ヶ月間で大体なんだけど、期間的には禁止してるんだよね、新マップは。なので今回それが解禁されますっていうような形ですね。なので日程的には3月18日なので、まあ大体3ヶ月ちょっとかな、確か14か5だっけ、ロスアイランドが12月に出たのが。なので、まあそんな感じの日程でロスアイランド解禁されますというところで、まあ皆さんね、ぜひアマルガサウルスを持っていくと僕はお勧めします。アマルガいいよあ、誰も持ってかないって、まあそれそうだよね、ごめんということでね、シノマクロプスっていうね、テックスーツの代わりになる最強の生物がいろんな世界に輸出されることになりますっていう感じですね。それでは次行ってみましょう。次はフィヨルドの新情報ですね。フィヨルドは次に出る新無料マップですね、6月にリリースを予定しています。で、ここに新恐竜が出るんだけど、その新恐竜の多くの情報をお伝えしますみたいな感じで書いてあります。なので、おそらく俺的な予想では、アンドリュー・サルクス、フィヨルド・フォーク、デスモデスの3種類、これの新情報が出るんじゃないかなって感じなんだよね。ちょっとね、前回のてか前の週かな、このコミュニティクランチので情報が出た際には、なぜかカルカルドントサウルスとフェンリルには一切触れられてなかったので、っていうかそもそもなんだけど、一応公式が運営しているウィキがあるんだけど、公式ウィキがあって、そこにフィヨルドの中の生物で新恐竜でカルカルドントサウルスとフェンリルが追加されたんだけど、一切に今のところ触れられてないので、このタイミングで触れるのかなみたいな感じで思ってるので、おそらくもともとね、紹介というか決まっていた3種類の恐竜プラスフェンリルとカルカルドンが追加で紹介されるような、まあできたらムービーみたいな、まあ、できなかったら普通になんか記事みたいな感じで、ページみたいな感じで紹介されていくんじゃないかなということで、まあよりね深いね、なんかいろんな3種類の、まあなんかフィヨルドフォークの能力みたいなのとか、まあそんなのが出てきたり、あとはフェンリルが出ますみたいな。で、まあフェンリルとカルカルドンは別の動画でも言ってるんだけど、まあ12月とかなんかアークツが多分出せない感じだと思うから、全く情報が去年から出てないからね、はい。なので、それをお茶を濁すために、まあなんか出すんじゃないかなとは思うんだよね。そこら辺のだいたいね、1年に2つマップをね、アークはね近年出しているので、で今回アーク2が出れないっていう感じ、出せないっていう感じになると、1年間の後半が開くんだよね。で後半って、まあなんかクリスマス商戦とか、みんなニュースとかで聞いたことあると思うんだけど、そういった形で結構ね、そのなんていうかな、何かを売る人に対してはすごくね、ビジネスチャンス的な感じの結構ねいい時期なんだよね。なのでそこをね何もしないっていうのは、まあまあね、次のアーク2に、まあワイルドカードっていうドリーがねいる、このアークの開発会社的にはユーザーを囲い込みたいのでキープしてね、なので何かしらしないとね、普通にユーザー離れていっちゃって取られちゃったりするので、多分そこのカンフル剤でカルカルドンとフェンリルを入れて、でポータルで行ける別エリアもそのタイミングで
フィヨルド実装みたいな感じで、フィヨルドアップグレードみたいなバージョン2みたいな感じの作る予定なのかなみたいな感じで俺は一応予想はしてますね。まあどうなるかわかんないけど、そんな感じのなんか匂いがしてますね。っていうのもフェンリルとかカルカルドンは全然あの触れられなくて、急になんかフィヨルドの欄に入れられたので、あ急に来んのみたいな感じでなったので、まあそこら辺ね、まあなんかどうなるのかなっていうのは、まあ、やっぱり出てみないとわかんないんだけど、まあいろいろ予想できるのかなっていう感じですね。ということで、紹介するのは来週なので3月5日ですね。今が2月26日なので、まあ、あの日本時間で言うとちょっとね1日ずれると思うんだけど、多分アメリカ時間ではいつも金曜出してると思うんだけど、まあ、俺らが見るのは大体起きてからなんで土曜日とかになると思うので、まあ、多分ね日本時間で言うと3月5日になってくるんじゃないかなといったところで、来週のコミュニティクランチは俺結構ね楽しみにしてます。はい、フィヨルド俺めちゃくちゃ楽しみだから、どんな感じの新恐竜の情報なのかめっちゃ楽しみにしてるかなって感じ。てかフェンリルとカルカルドどうなんのっていうのをめっちゃ気になってる俺は。はい、っていう感じですね。なので来週はフィヨルドに関しての情報を多分俺はまたお伝えするんじゃないかなと思っております。それでは最後に、今回一番の問題作でございます、大型アップデートが用意されております。はい、みんなブルってる、俺もブルってる、怖えよ。大型アップデートが来るって、またバグで死ぬんじゃねえか、このソフトが。ゲームソフト危機です、今死ぬかもしれん、アークが。ということで、とりあえずなんですが、紹介文というかそのニュースのこういうアップデートしますというコミュニティクランチの文章をちょっと直訳ではあるんですが読んでいきたいと思います。3月3日に PC 用のパッチをリリースしますということなので、まずは PC に先行して人柱ですっていうことですね。いつものことです、ありがとうございます。でこれには全てのマップで、全てのマップですよ、70を超える修正が含まれます。やべ、ちょっと今のでちびっちゃってびっくりして、あーやばい。でさらにマップレベルの変更は非常に大きくなる傾向にあり、このパッチは重要なダウンロードになると予想されるため、事前にこれを検討してください。展開が近づくにつれサイズの見積もりを行うよう努めます。まあ、ちょっと直訳だから、あのちゃんとね、あの和訳みたいな感じをしていこうと思うんですが、まず3月3日に PC ですね、Steam とか Epic 版に対してあのリリースをパッチ出しますみたいな感じですね。で、これはまあ多分期日は多分確定してるから言ってるんじゃないかなと思いますね。で、さらになんですが、70を超える修正が含まれます。いつものさ、あの修正あんじゃん。この間のさ、あのこれが撮影してるのは2月26日なので、バレンタインが入った時にメジャーアップデートが行われたんだよね。その時は多分20個ぐらいだったと思うから、多分3倍ぐらいのアップデート怖いっていう感じになります。ということなので、死ぬかもしれんこのゲームっていう感じになっておりまして、まあ、どうなるかマジで来てみないと分かんないんだけど、やべえ量のアップデートになると思うので、多分ね普通にアップデート紹介動画も1本で収まらないレベルだと思うので、3本ぐらいになる可能性もありますね、種類ごとに分けるみたいな感じという感じで、まあ、一応ねあのアップデート来たらもちろんねあのみんなと共有はするんですが、って感じですね。ちょっと怖いっすねって感じですね。でさらになんだけど、マップとレベルの変更が非常に大きい傾向にあるっていうのって、これ多分ねバランスとかがめっちゃ変わるのか、スポーンの何かが変わるのか分かんないんだけど、多分何かしらゲーム面で非常に大きな変更になる可能性が高いというか、そういった状況になるっていうね意味合いだと思うので、結構やばそうな気が、それが70個くらいで、さらになんですが、このパッチは重要なダウンロードになると予想されるので事前にこれを検討してくださいって書いてあるんですが、多分これはあのマジで結構ねあの大事なアップデートになって、でかついろんな変更が多く含まれているので、ちゃんとあのハードディスクの容量をお願いします、開けといてくださいっていうようなことだと思います。はい、でさらになんですが、このアップデートのパッチの展開ですね、リリースが、まあ、3月3日が近くなるにつれて、できるだけ早くこのパッチノートというか、まあ、なんていうかな、事前情報の共有で、今回のこの3月3日の大型アップデートって、まあ、どのくらいの何ギガのファイルになりますっていうね、そういった計算をできるだけ早くするようにしますっていうことなので、まあ、多分ね、まあ、早くしますって言っても多分ね、そんな早くできないと思うから、3月2日と3月1
1とかに来ればいいんじゃないかなみたいな感じ、多分ツイッターとかで言われると思うから、まあ、その時はね、なんか僕もね情報をね展開していこうと思います。ということで、なんとですね、大型アップデートがですね3月3日に行われて、でなんか70個ぐらいね、あの修正加えられて、なんか大規模な変更が行われて、なんかバランスが変わるか分かんないけど、しかも多分結構な容量になると思います、はい、ということで、このゲームは、小さなアップデートでもバグが多発しますので、今回のアップデートは皆さん心してかかっていきましょう。はい、できるだけあの転送とかはここの付近ではしない方がいいです。あの公式サーバーの人は特に3月3日以降 1,2 週間は転送はやめた方がいいんじゃないかと思います。ボス戦に行くのも、やめた方がいいんじゃないかなとは思います。はい、ハードな読み込みのボス戦とか、転送マップ間転送とかはロストの原因にマジでなるので、ここら辺は多分なんだけど、あんまやんねえ方がいいかな。ローカルの人とかだったらワンチャンコマンドとかでリカバリーできるからあれだけど、公式マップってあのコマンドの管理者権限が無理だから、なのでまあちょっとね怖いかなっていう感じですね。いやーちょっとやばそうなおいにがしますね。はい、でまあ今回ねレベルとマップの変更が非常に大きいって、どういう意味合いのレベルとマップなのかわかんないんだけど、もしかしたら地形のメッシュなのかな。縦軸がアークってすごく弱いから、まああの代表例としてクレートがあるじゃないですか。クレート今どっかに落ちてないかな。あーちょっと遠いところにしか落ちてないな。まあクレートっていうのは支給品クレートという形で、まああの上から落ちてくるこれですね、こういった線であの支給品クレートが落ちてきてくるくる回ってるじゃないですか。で取れるじゃない、あの物資が。でこのクレートがさ埋まってたりすることあるじゃん。ルートクレートとかもなんか洞窟埋まってたりしたりみたいな感じで半分埋まって取れないみたいなっていう感じで、縦軸がめちゃくちゃねこのゲームって苦手なのね。なのでそのメッシュとかが起きやすくて、まあメッシュ何かっていうと地面の裏側に行っちゃう感じ、ここゲームの裏側、本当はいけないここら辺に行っちゃうって感じで、こうなるとどうなるかっていうと強制的にキルされるから、あの全ロスになるんだけど、必然的にあの普通に行けないし合法的に、はいっていう感じで、結構メッシュがね全然起きたりしたり、あとはクレートがなんか埋まっちゃったりしたりみたいな。であの例えば俺がジェネ2で起きたメッシュは、あのマナガルムを寝かせたんだよね、ネット弾をぶち込んで、で餌を取りに行って描写街をあの1回ね行ったり来たりして戻ってきたら、なんか山の上で寝かせてて、まあなんかね例えばこんな感じのところの上に乗せてて、で次描写を見込んできたら下にブワーっと落ちてて、なんかゲームの床のもう下の下にいて、あのゴーストっていうコマンドじゃないとタッチできないところにいたみたいな感じっていう形なので、まあねなんかそこら辺の地形とかをもしかしたらマジですげえ綺麗にするのかもしれないね。といったところで、今日はですね3本ですね、ロストアイランドの転送解禁、フィヨルドの新情報の予告で、大型アップデートの予告っていうのをやってまいりました。でロストアイランドのね転送解禁はまあいつものことなんですが、フィヨルドの情報はめちゃくちゃ俺は楽しみなんですが、その前に大型アップデートが来るからどうなるかわかんねえけど、めっちゃ怖いから、まあプレステとかもさやべえバグあんじゃん、なんかオブジェクト化するみたいな草木が、あとはあのホバーセールのやつ未だになんか治ってるかわかんねえ感じじゃん。でまあ残念ながらねこのアップデートに関しては、まあ1個のマップあたり70個を超える修正ですか、これあのプレステにも来ますので、はい、なのであのそこら辺ねあのお気をつけくださいっていうか、まあとりあえずゲームワンチャン削除しないといけないレベルの重さかもしれないので、人によってはね、なのでまあそういったところで、あの一応ねプレステの方もこれ来るんだなっていうので、心構えをしていただけると幸いでございます。はい、でワンチャンねこれでね、今かなりねあのエッグインキュベーターとかロスタリアの火山とかがめちゃくちゃねプレステ重いと思うんだけど、そこら辺が改善されるとねいいかなと思ったりしますので、我々 PC 勢が、人柱となって頑張りたいと思います。戦地へ行ってまいります。ということで今日の動画は、地獄が待っていそうな3月3日へ、ライドオンでした。はい。それではね、皆さん次の地獄みたいなアップデート動画は、あるのか、もしくは天国みたいな最高のアップデート動画だったぜみたいな、アップデートだったぜみたいな感じで、ドリ最高風みたいな感じになるのかは、3月3日が来てみないとわかんないので、天国と地獄どちらになるかは、お楽しみに。はい。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。